決勝点のシーンからです。前半終了間際のコーナーキック、菊池からのボールです。ここも練習してたっていうねコメントが鎌田選手ですかありましたからね。逆に山形これまであのいろいろデザインしてきたものを自分たちがこう実現してきたっていうのはあったんです。ここはうまくやられたということですね。はい、はい、そしてファーにも江坂なども詰めていました。そして後半です。7分です。坂野からそしてバイヤード、うん、しかし小池が絞ってきました。これ最後おそらく小池選手がボール触ってるんですよね、はい、でも本当もう間一髪のところでしたけど、まあ、でも今日小池選手のその守備のところでの戦術的なこう、なんていうの、仕事としては非常に大きかったと思いますよ。27、はい、山形の結局今ネルシーノ監督があのストロングをニュートラルにできたっていうことをおっしゃってましたけど、やっぱり山形のシャドウのところをどう捕まえるかっていうことだったと思うんですよね。はい、はい、27分手塚のシュートご覧いただきました。ここも、ね、追い越し早かったですよね。続いて瀬川のシュートです。まあ、一つギアが入った時の速さというのが見えた柏です。本当おっしゃる通り、そのカウンターにを打った時のスピード感と、あと精度ですよね。シュートまで持っていく精度っていうのは柏は今日十分ありましたね。33分もいい位置で奪ってクリスティアーノから瀬川、最後は江坂です。まあ、でも本当こう振り返ると2つ目のゴールがあるともっと試合をね楽に締めることができたんでしょうけど、はい、まあ、そこはこれからの課題ですかね。